皆さんこんにちは、新垣梨沙です。やっほー。はい、っていう感じでですね今日は以前新垣家でうちの母がですねサラダを作ってくれて、それがとても好評で美味しい美味しいって言って私たちが食べていて、でそれのレシピを教えてくださいっていう声が結構たくさん来てたんですよ。で、あの餃子パーティーの時にそのレシピはお伝えしたんですが、ちゃんと実際に私も一回ちょっと母に伝授してもらって作ってみようかなっていうことで、今日はそのサラダをですね作りたいと思います。はい、とっても簡単なので今日はそれを作っていこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。スタートー。でね、今日さ、そのスライサー、なんか新垣家で持ってるスライサーって自動でこう入れてビューンと押せばシャッ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 ってなんかスライスしてくれて千切りにしてくれるみたいな機械があるからもう無敵なんだけど、我が家にはですねそれがないので、普通にこうシュッシュッってあのさ、こういうのでロフトに売ってて、こういうなんかおろし器と、あと千切りにできるってやつと、つま切りっていうあの細いやつにできるってやつを買ってきて、でそれでこう自分でこうやってやってたの、さっき一生懸命。でもさ、なんかさ、これ危ないね、やっぱほんと気をつけて、チュルンって滑ってシャッって、まあ、切れてはないんだけど、おお危機一髪みたいな感じだった。そう、それでね、私は今もう千切りはねした状態なんですよ。こんな感じで、今回は人参2本、きゅうり3本、胸、鶏胸肉1枚っていう感じで、で今この胸肉をね茹でて、熱かったからちょっと冷まして裂いていってるっていう感じで、もうここまでの工程はね結構ねその千切りが時間かかっちゃうなと思ったから、先に済ませちゃおうみたいな感じで、今もう鶏を裂いていってる時なんですね。そこから、はい、今こんな感じで鶏をですね裂いていって、結構ね量多いんだけど、多く感じるんだけど、意外とねすぐもうなくなっちゃったんで、この間とかもだし、まあ、今日だけじゃなくて明日とかも食べれるからいいかなと思って、結構多めに私も作っていきます。まあ、この鶏の皮はねもう本当に適当な感じで裂いて、黙々とねただただひたすらにこのスライスするっていう時間がね結構やっぱ大変ですよね。切ったりとかね、それが大変よね。でもこの千切りにすることでが美味しい感じがするので、ちょっと今日頑張って、すごくねヘルシーだからねこのサラダいいよね。はい、っていう感じで今ちょっとね大きいボウルに移しました。こんな感じで千切りが終わったっていう状態ですね。ここに調味料を入れていきます。お酒大さじ1、大さじ1、ごま油、ごま油大さじ1、大さじ1だけどちょっと多めに入れよう。私は大さじ1.5ぐらい入れちゃうね。お醤油大さじ1/2なんで半分。はい、コチュジャン大さじ1入ります。そして豆板醤小さじ2、小さじ2、にんにく小さじ1/2、お砂糖大さじ1/2、どれぐらいかな、胡椒適量、はい、そしてごま、いりごま、すりごまでもいりごまでもいいそうです。うちはちょっとすりごまがないので、そのごま、白ごま適量、まあ、ごまは多い方がいいからね。これで混ぜていきます。で味見しながら様子見て、あとは足したりしてくださいということでした。ちょっと味見してみる。おいしいけど、
辛さはいいんだけど何かが足りない気がするな。もうちょっとコチュジャン入れてもいいのかもな。もうちょっとコチュジャンとごま油を足そう。どうでしょうか、味見タイム。はい、ということで完成しました。はい、でこれが新垣家のレシピなんだけど、ちょっと今回私はここにこのくるみを割って入れようかなと思って、なぜならね、なんかね、くるみってすっごくとにかく本当に体にいいんだって。でだから本当美容と健康にすごくいいみたいなの。だから私これを今回入れてちょっと入れてみようと思って。そうなの、ちょっとこのこれに入れて潰す。くるみは食べた方がいいっていうからさ、これに入れて、なんかサラダに入れても美味しいだろうなと思って、歯ごたえもねいいだろうし、これぐらい、もうちょっと入れようかな、結構たくさん入れよう。ここにこうやって入れて潰す。うん、できた。はい、こんな感じで潰れました。これをここにかけていくね。サラサラー、おっ、うわーい、結構入れた。で混ぜていきます。なんか歯ごたえもまた加わって美味しくなりそうな予感がしてたけど、どうかな。食べてみますね、くるみも一緒に。うん、あ、美味しい、これ最高、すっごいいい感じ。くるみ入れた方がいいかも。じゃあ盛り付けていきます。新垣家はいつもねこういう大皿でボーンって出してねみんなで食べるんだけど、我が家はそんなね。これにしよう、これ可愛いんだよ。これにちょっと盛り付けていく。まあ、サラダはねたくさん食べた方がいいかな。明日もね残りのサラダは食べようと思います。で最後にもう一回上からちょっとくるみを乗せようかな今日は。くるみを立たせて完成。じゃーん、完成しました。ちょっちょろ、超簡単でしたね。はい、ということで今日はですね、皆さんからたくさんリクエストいただいていたこの千切りのピリ辛サラダをですね、ちょっとだけアレンジして作ってみました。でも調味料とかは全部母から伝授されたまま入れて、ちょっとあとはこう好みに合わせてちょっとコチュジャン足してみたりしたんですけれども、まあ、千切りは正直ちょっとめんどくさい。だけどそれさえクリアしちゃえばすごく簡単にできるし、とっても美味しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。私的にはこのくるみナッツを入れるのは大正解っていう感じがした。うん、なのでもしナッツとかの食感が嫌いとかじゃない方はですね、ぜひそちらも試してみてほしいなと思いました。ということで今回はですね、このサラダを作るっていうのをやってみました。もうね食べてる動画はねこの動画でも言ってますので、そちらの方をまた見ていただけたらなと思います。ということで皆様最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。新垣りさでした。またね。おまけのちょびたん。皆さん最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。
はい、今回は皆さんからリクエストが多かったサラダを作ってみました。千切りがね、とにかくめんどくさいね。でも、その千切りの食感が美味しいからしょうがないっていう感じで頑張って作ってみました。でもね、あのナッツを入れたのはすっごく美味しかったので、また作りたいなと思います。またね、皆さんも作ってみてください。千切り頑張ってね。